では、中川さん、データ分析を、データ分析基盤を支える技術です。はい、お願いします。はい、じゃあ、お願いします。まあ申し訳ないですけど、YAPC のイベントなんですけど、まあ、全くパールの話は出てきませんので、まあ、そこはご了承ください。僕、パール書かない人間なので、まあですね、何も話せないということですね。で、まあ、今回はですね、データ分析基盤を支える技術ということで、データ分析そのもののなんかノウハウとかっていうよりは、データ分析を行うにあたって必要なコンポーネントの話とか、まあ、それをどう組み合わせるかっていう話を、ですね、まあ、一からデータ分析基盤を作るという流れのもとでですね、まあ、紹介していきたいなと思ってます。で、一応 GitHub のアカウントは RepeatedRead というアカウントでやってます。で、ですね、僕らの会社はトヨタデータっていう会社で、まあ、これも一応データ分析基盤の一つなんですけど、まあ、そこでですね、僕はバックエンドはもう当分最近やってなくて、まあ、ソースコードとか読んだりするんですけども、今はフルエンドリーっていうログコレクター、まあ、先ほどちょっとステッカー配りましたけど、いや、まあ、それのパッケージである TD エージェントのディベロッパーをしてます。で、こういうのは後で言うと多分しらけちゃうので、今のうち言っておきますけど、TD っていう会社はエンジニアを絶賛募集中なので、まあ、興味のある人は、募集してくださいという感じですね。で、まあ、D 言語とかメッセージパックとか、あと最近はいろんななんかマイナーなですね、ミートアップ。あまりこのでかいイベントだとですね、人が100人とか集まっちゃって、東京だと運営がめんどくさいので、なんか10人ぐらいとか15人しか集まらないような小さいイベントをたまに開催してます。基本的にですね、イベントはソースコード読むぞって言って、本当に読み出すと人が一気に減るので、おすすめです。で、まあ、早速本題に入りましょう。まずですね、まあ、データをなんで解析するかって話ですね。まあ、僕らは今、例えばここにいる会社のいる人もですね、結構もうすでにデータ解析を始めている人は何人かいるかなと思うんですけども、まあ、なんでやるかというとですね、まあ、目的はいっぱいあるわけですね。例えば、まあ、まず基本的なレポーティングですね。例えば、まあ、どういうデータ、アクセスが来ているかとか、まあ、どういうユーザーがいるかっていうのを、まあ、ちゃんと整頓して一覧して見れるようにすると。まあ、勘でやってもいいんですけど、勘でやって外してるっていうのは結構多くてですね、まあ、人間の勘は結構信頼できるんですけど、まあ、何でもかんでも当たるわけではないので、ちゃんとそういうところは整理して可視化して、まあ、誰でも見れるようにした方がいいという形ですね。で、まあ、また一つこれちょっと少し方向性が違うんですけど、モニタリング系で、まあ、データ解析基盤を使う人ももちろんいて、例えば、まあ、今だと、まあ、エラスクサーチとかキバナっていうペアがありますけども、まあ、そういうのとか使ったりして、要はデータのなんか問題があった時とかの、異常値検知みたいなものとかで使うことができる。で、あと2つ下出してますよ。結構多分一番データ分析といったらこの辺になると思うんですけども、まあ、探索的にデータを解析する。例えば自分たちがやってるサービスの方向性とかですね、今後どうするかっていう改善のためにですね、まあ、解析データをいじくり回すことがあるんですけども、まあ、それに対して主に2つの方法があって、1つは探索的、つまり、自分なんかちょっと今後、やろうとしているときにどういうものが効果的かというのはちょっとわからないと、新しい試みだったりとかそういう分野に詳しい人がいないというときに、まずデータをどんどん貯めてですね、そのデータをいろんな角度から可視化する。例えば、まあ、いろんなその軸を自分でたくさん切ってですね、いろんなものを並べていくことによって、例えばここにこういう相関があるなみたいなものとかを、まあ、探索的にですね、まあ、調べていく分析手法が一つあります。そしてもう一つはですね、仮説を立てる。例えばこのユーザーはこういう行動をするだろうとか、このセグメントのユーザーとかはこんなことをした方が今後、ユーザーとしてのアクティビティが上がるんじゃないかとかいう仮説をですね、自分たちで立てて、それに対して、必要な、解析をしていくっていう、まあ、こういうですね、まあ、いろんなユーザーによってまあ、様々な手法があるんですけども、結局何が言いたいかというと、まあ、必要なデータなんですよね。そうそう、こういうのはデータがなければ何も始まらないと。で、今のデータっていっぱいあってですね、昔は結構本当に MySQL とかに貯めてるだけだったんですけど、今だと本当にこう、なんですかね、こう自動車とか、あと工場のデータとか、あと最近はモバイルとかもたくさん増えてますし、まあ、ウェブなんていうのはもうずっとウェブサービスはもう生まれては消えてを繰り返してですね、まあ、いろんなデータが生まれてきてると。まあ、もちろん、小売業のポスデータとか、まあ、様々なデータが今ある。でですね、まあ、これは解析しようっていう、口で言うのは簡単なんですけど、結局解析するにはですね、それを解析するような基盤が必要であって、まあ、それをですね、まあ、僕らは作る必要がある。特に、統一的な基盤っていうのは実はあんまり存在しなくてですね、まあ、なくて、まあ、それがなぜですね、こんな世の中にたくさんの分析基盤というか、分析的なツールがたくさん生まれている理由でもあるということで、まあ、これらですね、今僕らが使うことができるコンポーネントやですね、まあ、それの有用性みたいなものをですね、今からちょっとつらつらと話していこうかなと思います。まあ、そうは言ってもですね、まあ、どういうフローを想定しているかっていうのを最初に言っておいた方がいいかなと思って、まあ、これがですね、多分今、皆さんも分かると思うんですけど、一般的なデータ解析の流れかなと思います。例えば、これはまあウェブサービスを想定しているんですけども、まあ、サーバーにですね、どんどんアプリケーションがデプロイされていて、まあ、アクセスがどんどん来ると。そうすると、まあ、どんどんアクセスによってですね、まあ、例えばアパッチだったらアパッチのログ出てきますし、アプリケーションだったらアプリケーションが仕込んでいるログが出てくると。まあ、それをですね、まず一つ集める必要がある。
それを集めた後にその集めたデータをどっかに保存する必要がある。まあ、ちょっとこれ今かわいいゾウさんがいますけども、まあ、これは今主流ですけども、まあ、こういうところにそれを貯めていくと。貯めたデータを、まあ、データだけだと何も意味がないので、そのいわゆる解析しやすいように、処理する必要がある。その結果をさっき言いましたけど、やっぱ可視化しないとですね、文字の羅列をバーってテーブルの羅列をバーって見てもですね、人間そんな簡単に分析能力高くないので、なるべく見やすい形に可視化する。で、その結果をもとにですね、まあ、こういう結果が出ましたよとか、こういうなんか検証結果が、有用な結果が出るか、まあ、出なかったとか、そういうのをちゃんとレポーティングやしてあげる必要があるという流れですね。まあ、これ多分一般的な流れでなんか、あんまり外してないかなと個人的には思ってます。まあ、最近だとですね、このコレクトの部分でそもそ も処理をしてしまうっていう、事例も増えてます。まあ、これに関してまた後で言及します。でですね、じゃあこういう基盤をですね、まあ、一から作っていく中でですね、まあ、どういう問題があって、それをどういう、新しいソフトウェアがどう配信してきたかっていうのを話していきますということで始まりますね。まあ、プラットフォームを作っていきましょうという流れです。まあ、どうですかね、最初皆さんどうやって始めますかというと、まあ、多分皆さん最初に考えたのはデータベースにとりあえず貯めればいいという話ですね。まあ、これ多分最初結構まだ今でもやってる会社は普通にあると、特にスタートアップとか小さいデータの時にはそもそもそんなにでかい基盤は必要なかったりするので、例えば必要なデータだけを RDBMS に貯めて処理をすると。まあ、これのいいところはですね、まあ、例えば MySQL とか Postgre っていうのはまあいろんなノウハウがあったりとか、もうそもそもいろんな外部ツールとの連携ができるので、まあ、使うのが簡単。そして後で紹介するいくつかのソフトウェアに比べて、基本的にはシングルサーバーで動く前提なので、なんかその分散処理にまつわるなんかあれこれというはまりどころが、まあ、あまりないことがあります。まあ、なので本当にですね、サーバーがあったらサーバーからデータを RDBMS に入れて、まあ、それを伝えして検証したりとか、まあ、そういう見たい人がクエリを投げれば OK という形です。で、まあ、一応用語の説明的に ETL っていう用語があってですね、まあ、例えばデータを取って抽出して変換してロードするっていう、まあ、ETL っていう言葉がよく使われます。 ETL ツールとか皆さん聞いたことあると思うんですけども、まあ、これは何でかっていうとですね、例えば RDBMS っていうのは皆さんも使ってるから分かると思うんですけど、スキーマっていうのがあるんですね。例えばデータに関してはこれはイント型、これは文字列型っていうのを指定してあげる必要がある。で、例えばアパッチのログっていうのは普通より1行だと単なる文字列なので、それをちゃんとですね、取ってきた後に変換してあげる必要があるんですよね。なので、取ってきたエクストラクトした後にトランスフォーメーション、つまり文字列をスキーマの形に変換してロードしてあげる必要がある。まあ、これが今までの一般的なやり方で、まあ、ちょっと後で少し方向性が変わるんですけども、まあ、この ETL した結果をクエリに投げるっていうのが多分一番シンプルなですね、楽な解析の基盤かなと思ってます。まあ、ですがですね、まあ、これは当たり前ですけど、そう長くはいかないんですよね。世の中っていうのはそんなうまくいかないので、1台で済んでればですね、世の中もっとみんなハッピーだったんですよ。まあ、何が問題かというとですね、RDBMS っていうのは、そのいわゆる基本的にそのオンライントランザクションというかですね、まあ、一行一行の更新とかに対して強いワークロードに対して強い体制を持っているんですけども、まあ、時系列にどんどんデータが増えていって、ひたすら増えていって、かつクエリもどんどん増える。なんか謎のこの全スキャンするとかですね、まあ、よくわかんないけど、あるローだけひたすら持ってきて計算するみたいなクエリに対してはそんなに強くないというのがあります。なんでですね、まあ、こうデータ量が増えてきて、かつなんかこの、それに対してクエリ投げるとか増えてくるとですね、まあ、途端にですね、RDBMS だと、通常のですね、RDBMS だと、まあ、破綻してしまうのが、まあ、よくあるパターンですね。で、今までですね、そういうものに対して僕らがどうしてきたかっていうと、じゃあもっと早いデータベースを使いましょうという話ですね。なんで、もう中で1台だと無理だから、並列分散したデータベースを使えばですね、解決するじゃないかという、まあ、シンプルな答えで、まあ、実際そうしてきたわけです。で、それはどういうデータベースかというとですね、さっき僕が言ったのは OLTP っていう、例えばオンラインで来る更新ですね、インサートとかアップデートみたいな更新に対して強いデータ、これは何かというと、一行データ、まあ、ユーザーデータとか、そういうなんかユーザーが結構頻繁に自分の情報を更新するとかっていう、ある一行のあるカラム更新とか、そういうものに強いワークロードだったんですけども、で、解析リアに使われるですね、パラレル RDBMS、並列分散データベースっていうのはですね、ちょっと別の方向に特化したデータベースになってます。これはどうですか、皆さん使ったことがあるかなっていうか、これは結構高価なものが多くてですね、多分一般のウェブ企業とかだとそんなに使わないと思うんですけども、まあ、でかい会社とかだと結構導入している事例はあります。で、これは何をしているかというとですね、まあ、OLAP っていうオンラインアナリティクス、つまり解析用のワークロードに対して、いろんな最適化がされたデータベースになってます。例えば、まあ、ちょっと後で例を出すんですけども、列指向
今の RDBMS という MySQL とか SQL がローで1行で持っているのに対して列でデータを持つストレージだったり、あとそもそもですね、もうネットワークの通信とかをなるべくやらないようにしてシェアドラッシング共有データとかを持たないようにして、各ですね、計算する分散している計算ノードに対してそれぞれストレージを割り当てて、その中でなるべく計算が閉じるように、クエリの実行モデルを持っている、データベースになりますね。でこれほとんど名前にネティだとかテラだとか書いてるんですけども、ほぼ多少いくつかの特徴は違うものの、ほぼこのモデルを踏襲してます。なので基本的にはですね、一つの、このパラヨジ並列分散データベースを使えると結構他のやつでも融通が効いたりします。で、まあ列指向何が嬉しいかというとですね、まあ、行で持っている RDBMS の MySQL とかで持っているのは、まあこの右の図になってるんですけど、僕から見て右の図なんで皆さんから見てきて左の図ですけどなってるんですけど、この1行1行ですね、ユーザーデータみたいなものは、1行ずつの入っていると。例えばイント型とかタイム型とか、タイム型とかイント型とか文字列型っていうのが横に並んで保存されている。でそれに対して列指向っていうのはですね、縦に持つ。例えばタイム型だったらタイム型を一つのグループにして保存する。イント型だったらイント型をまた保存するっていうアプローチになってます。まあ、これ何をする、これで何が嬉しいかというとですね、まあ例えばですね、このコードだけを持ってきて、なんかこのコードの数をアグリゲーションするっていうクエリを投げたときに、ロー型だと結構なんか飽き飽きの IO が発生するんですけど、列指向の場合にはこのコードっていうところだけを丸ごと読めばよいので、まあ、非常に IO コストが効率が良くなる。かつ例えばこれが数値でですね、これ200とか404にちょっと飛んでる数字ですけど、例えばこれがソートされて1111とか2222っていう状態だったと、まあ、ランリングスみたいな圧縮法を使うとですね、ものすごいデータ量が圧縮できるんですよね。なんでそもそも読む量がなんか10分の1とか何十分の1とかになったりとかして、非常に、そもそも、その圧縮効率と IO 効率の、両方にプラスがつくという、まあ、非常に解析に特化しているデータフォーマットになっていて、今既存のですねデータ解析系のデータベースはほぼこのフォーマットを採用しています。なので、まあ、この辺は知ってていいかなと思います。まあ、ただですね、分かると思うんですけど、1行更新したいというときにはですね、全列のですね、ある部分だけを全部こう、こまめに読んでいかないと更新できないっていう問題があるので、大抵の RDB、このパラレル分散、並列分散データベースは、ほぼインサートとかアップデートみたいなものをサポートしてません。してても超遅いみたいな書類が書いてあって、なるべく使わないみたいなのに書かれてますね。なんで、そういう用途では使わない。そういう用途は本当に普通の MySQL とか PostgreSQL を使って、まあ、こういうものには専用のものを使うという。積み分けができてます。なんでですね、まあ、このいわゆる今までこう RDB で耐えれなかったものはですね、このデータ量を増やせば、この下のノードを増やすことによってストレージが増えるし、かつ並列度も上がるので、クエリが速くなるというメリットを持ったこれを使うとですね、まあ、解析基盤そのものは、まあ、今までのパフォーマンス劣化から耐えれるという流れですね。これが結構ですね、1990何年からですね、2000の前半ぐらいまでは結構こういうモデルがいろんな会社で使われてました。でただですね、そんな感じの中うまくいかないっていうのは、まあ、さっき言いましたけど本当にうまくいきません。なんでかっていうとですね、その並列分散データベースのパフォーマンスっていうのはどういうふうにデータを配置するかっていうユーザーのノウハウがないと基本的にはうまくいきません。でそれを解決するたびに大抵のデータ、これらのデータベースは分散キーやソートキーっていうのを指定できます。つまりどういうふうにデータを分散するかっていう、どのキーを元に分散するかっていうものと、まあ、ソートキーですね、どういうふうにデータをソートするかっていうのを指定することによって、例えばこのですね、この部分で、ある特定の値はこの特定ノードに入れるとかっていうのを指定できます。でそれに沿ったクエリを投げることによって、このコンピューターノード間のデータの移行がほぼ起きない。例えばネットワーク転送が起きないので早いみたいな形になっています。逆にですね、こう適当に分散キーしちゃうと、実はクエリ投げた瞬間ひたすら後ろでこうネットワーク転送がバーって走ってですね、なんか全然パフォーマンス出ねえみたいなことを言ってなんかディスられることがある、まあ、ちょっとかわいそうなんですけど、ちょっとそういうノウハウがいくつか必要なんですよね。で、まあ、もちろんいくつか問題があって、まあ、これ見てわかるんですけど、コンピュートノード、計算ノードにストレージがひっついているので、結構スケーリングするときにですね、データの再配置とかそういうのが起きて、その間は結構もうライトができないとかですね、ロードができないみたいなことがあったりとかします。あと、まあ、結構特殊な、データの持ち方をしている、データベースとかだと、そのメタデータのマネジメントが結構大きくて、そのメタデータが肥大化していくと、それのロックに時間がかかってなんか1秒以上待っちゃうとか、
まあ、そういうのが普通に起きたりしますね。なので、まあ、確かに早くはなるんですけど、まあ、銀の段がはないという、まあ、悲しい問題もあります。で、手覚悟をうまくやりましたと、やったーって思ったんですけど、まあ、世の中まだそんなにうまくいかないんですよね。例えばですね、皆さんどうですか、データ解析とかしてて、例えばアプリケーションがどんどん成長してきましたという時に、まあ、ずっと同じテーブルのスキーマを使ったりしますか。例えばなんかこういうユーザーのデータ取りたい時に、ちょっとここにカラム増やしたいとか、ちょっと型のデータが合わないから別の型にしたいといった時にですね、今までの RDBMS もこの分散並列型データベースも結局データのスキーマをチェンジしないといけないんですよね。そうするとデータの配置やそういう圧縮ですね、圧縮アルゴリズムも変えないといけないので、実はデータの 全労働というかですね、再構築が走ってしまう。で、それがですね、頻繁に起きると、まあ、人は疲弊していくわけですね。まあ、実際そういうのは、特に最近のですね、ウェブサービスがどん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 出てくる時代ではですね、結構これが頻繁に起きてきたと。例えばですね、これなんかこれ見ればちょっと分かるんですけど、これは普通の同じクエリないけど、ちょっと別のクエリが欲しいみたいな、ちょっと新しいデータで別の指標が見たいときにですね、じゃあデータベースにデータ出したいよって言ったときにですね、アプリケーションの人がデータベースのアドミニストレーターにですね、ちょっとこれスキーマ変えたいんですけど、どうですかって言って、スキーマじゃ変えるんで、1日待ってくださいとかなっちゃうんですよね。それはもうなんかアプリケーション側がすると、ちょっと待ってくださいって話になってしまうので、まあ、この問題は結構、いろんなところで、普通として声が上がってきたという話があります。まあ、これがですね、まあ、次から説明する Hadoop というものがですね、流行った一因にもなります。ということでですね、まあ、じゃあですね、データ解析するところですね、このクエリを受けるところとデータを保存するところを分けてしまえば、そのクエリのワークロードに対してはある程度柔軟に、特に保存する部分に関しては、まあ、アプリケーションレイヤーから簡単にどん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 データだけ入れてもらって、あとの後ろでコンバートしてあげればですね、保存する側、特にアプリケーション側の変更は簡単にできるし、まあ、ちょっと遅延が発生してしまうんですけど、まあ、クエリはちゃんと動くという形になります。で、これがですね、Hadoop ができた頃によく行われたですね、データウェアハウスみたいなものとデータソースとなるデータの置き場を分けるアプローチになります。で、まあ、ちょっと用語があるんですけども、まあ、スキーマオンライトっていう用語があります。これは先ほど言った RDBMS とかが採用しているアプローチで、要は書くときにスキーマをつける。それにそうすることによって、要はクエリがどういうクエリ投げるかっていうのは事前に分かっているので、スキーマが分かっているということは、それに合わせて最適なデータの置き場所を決めれると。なので、ちょっと書くときには結構そのスキーマに合わせて書くとか、どこに保存するかっていうのをやるので、ちょっとライトが重くなるんですけども、クエリを投げるときには軽くなるっていうメリットがあります。他にそのスキーマを決めておかないといけないとか、そのワークロードをちゃんと決めておかないと、なんかスキーマとミスマッチがいっぱい起きて、なんか運用がどん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 辛くなるという話ですね。で、あとでちょっと今から説明する Hadoop っていうのは、スキーマを read っていう、まあ、そもそもその考えを転換してですね、読むときに型をつければいいじゃないかというアプローチですね。なんで書くときは本当にただ置くだけみたいな、まあ、rsync でコピーするとか、PyCharm とかフレームD がありますけども、そういうのでこう置くだけみたいな。で、後で読むときに、最適な型に変換したりとか、そもそもちょっと後でまた話すんですけども、プレストみたいなものを使って読むとき、動的にその、生のデータに対しても型をつけるという方法を取ることで、このですね、スキーママネジメントからの、痛みをですね、解放するというアプローチになっています。で、さらにまた用語があって、これちょっと用語が多かったらちょっと申し訳ないんですけど、最近ですね、データレイクっていう言葉があります。これなんかちょっと結構ベンダー臭がする言葉なので、僕も使っていいか分かってないんですけど、まあ、一応データレイクという言葉があってですね、まあ、いわゆる Hadoop みたいなものとか、もっと言うと、なんか Hadoop よりももっと広大なイメージになるんですけども、まあ、いわゆるスキーマのマネジメントですね、データをどうするか、例えば CSV とか JSON とかも全部 RDB 使うときには、RDB の型に変換し直さないといけない。まあ、それはめんどくさいということでですね、まあ、それをどうにか解決したいというアイデアがあります。で、まあ、一番のアイデアは、その生のデータをそのままですね、データレイクというところに置いてしまって、データレイク側がその差異を吸収すればいいという、ことが提唱されています。ただですね、これ提唱されてますって言ってるのがですね、結構いろんな人が提唱しているので、ですね、データレイクって何ですかって聞いたときにですね、結構いい言葉がみんなバラバラなんですよね。なので、とりあえず、一番の共通項は、一つのでかいストレージにいろんなデータを入れておくっていうのは共通項なんですけど、その後のデータをどう読むかとかっていうところに関しては結構いろんなベンダーがいろいろ言ってますね。なので、まあ、データレイク共通項はないんですけども、まあ、あえて言うならちょっとこうでかいですね。まあ、データを貯めるためのストレージ、特にいろんなものでいろんなデータを生で貯めれるようなストレージ
というイメージで持っていけばいいかなと思います。で、まあ、実際じゃあそれでデータレイクって言葉だけだと分からないので、実際実例はどうなるかっていうと、まあ、ウェブ業界とかだと本当に HDFS をデータレイクの代わりに使うというのがよくあります。なんで本当は、データレイクっていうストレージにあって、データレイクからデータを吸うときにデータレイクがその差異を吸収するっていうのが、まあ、ベンダーとかのところにデータレイクをストレージとして売ってる会社の、まあ、結構そのアプローチなんですけども、これは本当にもう HDFS をそのいわゆるデータレイクのストレージとして見立てて、 HDFS に垂れたデータを Hadoop を使ってコンバートしたりとか、まあ、そのまま処理するっていうアプローチですね。まあ、データレイクストレージの方はちょっと僕は使ったことがないんで分からないんですけども、まあ、結構いろんなベンダーは Hadoop のエコシステムをサポートしているので、生ので例えば JSON とか CSV を置いて Hadoop のクエリを投げれば、データレイクの側が勝手に Hadoop 側の適切なフォーマットにコンバートするので、まあ、そういうのを意識しなくてもいいっていうアプローチになってます、ね、ただ僕はちょっと講師は使ってないので、今日はちょっとこう上のですね HDFS をデータレイク的に使うアプローチを中心に話をしたいと思います。で、 Hadoop ですね。まあ、これもう皆さん知ってますよね。なんか深い話をしなくてもいいかなと思ってるんですけど、まあですね、皆さん Hadoop ってどうですか？ HDFS とか、 なんか MapReduce だとかみたいな話は結構聞くと思うんですけど、まあですね、今結構 Hadoop って概念はですね、もうあれ概念なんですね。概念でですね、まあ、これ見ると分かるんですけど、 Hadoop のパッケージベンダー、これ HortonWorks のベンダーの図を持ってきたんですけども、まあ、なんかこれいろんなものが乗っかってるんですよね。この HDFS というデータストアのストレージの上にですね、もういろんなものが乗っかっててですね、どれを Hadoop と言っていいのかみたいな感じになってます。で、昔はその Hadoop といえばですね、 MapReduce っていう、まあ、ここにあるんですけども、あ、これ言ってる、これはまあ分散ですね。 MapReduce っていうことは皆さんいろんな記事で言ったと思うんですけど、 Map と Reduce に分解してなんかストレージからデータを読み込んできて、まあ、分散してマシンを分散して処理すればですね、まあ、耐震保証性も高いし、まあ、IO とかのスループットも出るっていうアプローチだったんですけど、まあ、実は今ですね、これはHadoop の中の一つに過ぎなくてですね、今は本当にこの Hadoop の上にいろんなアプリケーションが載ってます。なんで結構 Hadoop といえば MapReduce っていう話はですね、結構少し前だと真だったんですけど、今だともうなんか MapReduce とかあれば一つに過ぎないみたいな形になってます。もちろんこの MapReduce は使えるんですけども、今はもうそんなになんか主流ではないというか、言うとなんかちょっとコミッターに怒られちゃうかもしれないんですけど、まあそんな感じになってますね。なんで、まあ、このデータ管理、このですね、これはちょっとあのハローワールドの例ですけども、実際はもっと本当に JSON とか CSV のデータをうまくこの MapReduce にかけてあげることによって、自分の欲しいフォーマットとか変換したり、そもそもこの MapReduce の中で計算してしまうっていうのが、今の主流ですね。なんで、まあ、さっきのですね、この、ちょっと前に貼ってよかったな、このアプローチでちょっとマネジメントが辛いというときにはですね、まあ、間に Hadoop みたいな何でもデータを置ける、ところを置いてあげて、それからコンバートする。ちょっとさっき ETL っていうのを言いましたけど、この時には ELT っていうアプローチになります。なんで取ってきたデータをそのままロードしちゃう、データのストアに。でその後にトランスフォームするっていうアプローチです、まあ、ELT って呼ばれるアプローチなんですけども、これを使うことによってそのデータの保存に関するですね、マネージメントをなるべく負荷を下げるというアプローチになります、まあ、これは結構です、ね、今でも広く使われているアプローチです。なんでまあここ5年、10年ぐらいですか、こういうのは広まってきてるんですけども、まあ、まだ現役のアプローチになります。でちょっと寄り道するんですけども、アパッチ・ハドゥープ・マップ・リデュースっていうのがさっきこれありましたね。マップとリデュースに分ける。でそれをマップとリデュースを何度も何度も繰り返すことによって最終的な結果を求めるっていうのがですね、マップ・リデュースの今までの前、ちょっと前までは実はあったんですけど、今はですね、もうテズっていうまたアパッチの中のポジションなんですけども、まあ、これが登場したことによってですね、そのいわゆるマップトリデュースのタイムスライスによる、処理の分割ではなくて、ダグベースっていうですね、まあ、もっと効率のいい、実行フローがですね、勝手に生成されるようになっています。なんで、例えばこれ、これはホートンさんのスライドであった図をちょっと僕なりに変えた図なんですけども、例えばあっち、左の方がですね、昔のマップリデュースのやつです。マップとリデュースが続いた後に、まあ、HDFS にデータを書き込んで、またマップで読み出すみたいなことをですね、まあ、昔はやってたんですけども、今のその手図っていうのを使うとですね、まあ、それが勝手に最適化されて、もっと段数が減る。ちょっとこれちょっと HDFS の図削っちゃってますけど、まあ、一応 HDFS に書いたりとかして、書くことはまだ残ってるんですけども、なんか段数が勝手に、ね、こっちの R とかがもう3つ続いて、なんかマップのタスクが減ってるとかのがあります。なんで、結構今でもたまに Hadoop の記事出ると思うんですけど、
それが本当にこの昔のマップリユースの話をしているのか、この鉄とかを使ったりする、より効率のいい話をしているのかというのは結構気をつけないと、なんか遅いなと思った時に、実は使っているのが古い方のマップリユースで、まあ、それは遅いわなみたいな話が結構あります。ですね、ちょっと今日はスパークの話をしないんですけど、まあ、スパークっていう別のハドゥープとは違う実行エンジンがあってですね、結構これが比較を出すんですよ。要は俺たちも早いぞみたいなことをですねアピールするんですけど、なんかよく見たらこっちと比較してて、それはまあそうですねみたいな話があったりとかするので、ちゃんとですねそういう比較の記事とか見た時にどっちを使ってるかみたいな話を、ちゃんと皆さんもチェックするようにしてくださいですね。あとこれちょっと言っとかないとあかんかなと思ってるんですけど、ですね、いくつか迷信があるんですよね。結構特に上の迷信はですね結構ひどくてですね、この2015年だってまだこれを言ってる記事があってですね、もうやめてくれって話なんですけど、単一障害点っていうのが昔はハドゥープにはありました。例えばネームノードがちょっと落ちると困るよねみたいな話とか、あとヤーンっていう新しいちょっとリソースマネージャーがあるんですけども、それが落ちると困るっていう話があってですね、まあそれは確かに困ったんですよ。困ったんで直したんですよ、もちろん直したんですけど、いまだにですね新しい記事でですね、いやまだハドゥープには単一障害点があるからこのベンダーのこれを使った方がみたいな記事が出てきてですね、ちょっとやめてくれって話があるので、もしですね今から新しく出てきた記事で単一障害点が出た場合はですね、まあポジショントークだなと思ってですね、ふふんって選ばしてください。あとこれですね、今年の4月か5月あたりに、ある人がですね、海外の記事を日本語訳してバズったんですけど、なんか Hadoop ってソースからリードできないからクソだみたいなですね、非常にアレな記事が出てきて、まあ俺らからすると何を言ってんだこいつらみたいな話だったんですけど、なんでかというとトリダーデータは僕らの会社ですけど、サークルシーフェっていうののところの上でですね、普通に Hadoop 毎回リードしてるんですよね、コミットするたびに。なんで俺は何の言葉なんだと思ったんですけど、ハテブを見るとですね、なるほどとか、なんだそんな Hadoop のベンダーはダメだってこと書いてあって、そうかみたいな感じになってる。もちろんこれですね、他のベンダー、クラウドラとかフォトワークスという有名なですね、Hadoop ベンダーをみんなちゃんと、そもそもコミッターをいっぱい抱えているので、そもそも Hadoop のソースコード全員知ってるし、そもそもそれビルドできないとパッケージ配れないので、そんなも迷信なんですけども、まあ、分かんない人からすると、なんか、そう見えてるのかなっていうのがあるのでですね、まあ、皆さんもこういうのをちょっとちゃんとですね、チェックして、そういうことには惑わされないように、なるべく情報には気をつけてくださいという感じです。ちょっとこれは言っとかないと、なんかまだ迷信が残っちゃう気がしたので、ここで言っておきます。でもし皆さんがですね、まあ、これなるべく僕らはお勧めしないんですけど、もし Hadoop をですね自社で持ちたい、やめろやめろって言いたいんですけども持ちたい場合にはですね、まあなるべくディストリビューションを使った方がいいです。まあ、さっき言った通りちゃんとこのクラウデラさんとかオートンワーク様とかマッパーさんもちゃんとね検証してテストもしてそれをパッケージングしているので、なるべくした方がいいです。ただまあ、例外もあってですね、例えばなんか最新バージョンの最新のこの最適化の機能を使いたいとか最新のクエリを書きたいみたいな時にはですね、やっぱりちょっとコミュニティバージョンを使う必要があるんですけども、問題があった時にそれがバグかどうかっていうのはちゃんとジラとかをチェックしないとわからないので、まあよほどその尖った機能を使いたいとかじゃない限りは、上のディストリビューターのディストリビューションを使ってください。でトレジャーデータは特殊でですね、トレジャーデータは一応 Hadoop にパッチを投げてる会社なので、そのパッチが立ったバージョンを使いたいんですよね。でもマスターのトランクにですねパッチが立ってからディストリビューターに降ってくるのって、まあ、数ヶ月とかかかってくるので待ってられないので、まあ、トレジャーデータみたいなケースにおいては、まあ、そういうコミュニティバージョンも視野に入るという感じですね。特に最近のコミュニティバージョンはその上のベンダーたちの人が結構改善してくれたのもあってですね、まあ普通に使えるようになってます。昔は結構ひどかったんですけども今は普通に使えるので、まあもし本当にですねこれちょっと茨の道なんですけど、その最新の機能とか使いたい場合にはですね、コミュニティじゃないバージョンを使えばいいかなと思います。ちょっと Hadoop はいろんなところで使われているので一応ちょっと長めに時間を取ってみました。であとはちょっと若干僕の宣伝になるんですけども、例えばですね、さっきこのデータを集めるって簡単にデータを集めるって言ったんですけど、まあどう集めるかって話ですね。昔は結構 rsync とか ssh とか scp みたいなのでこうなんか律儀にコピーしたんですけど、今はもういくつか別の方法があってですね、まあ、2つ方法があります。まあ、バルクロードするツールとストリーミングでロードするツール。バルクロードの方は要は昔もうすでに 何ギガとか何テラとかあるデータを一括でこう Hadoop とか他のデータベースに入れるアプローチで、ストリーミングっていうのは出てきたデータを、まあ、出てきたそばからどんどん転送するっていうアプローチですね。でまあ大抵のツールは、まあ、バルクロードの方は、まあ、データを一括で送るためにですね、なるべくこうスレッドとかをガンガン立ててなんかパラレルにデータを送る。でストリーミングの方はですね、まあ、どっちかというとスループットよりもレイテンシーを重視しているので、
出てきたデータを、まあ、なるべくその場小さい単位で送る、まあ、こういうの僕らはマイクロバッチとか、まあ、ナノバッチとか呼ばれますけど、まあ、そういう単位で送るのが主流です。でバルクロード、このエンバルクっていうのはちょっと若干宣伝も入ってるんですけども、まあ、TD がリリースした OSS のツールで、Hadoop 専用ってわけじゃないんですけども、まあ、ジェネラルなデータのバルクロードツールで、まあ、Hadoop とか、まあ、例えば HDFS とかですね、にも入れれる、ツールになっています。そして Hadoop 界隈では Scoop っていうのが結構使われていて、例えばこの RDBMS に入っているユーザーデータを Hadoop 上にロードして、Hadoop 上で、ログデータとマスターデータを上にするためにこう同期するとか、そういうのに広く使われているツールですね。まあ、他にも、データベースごとに Postgre 向けのデータロードツールとか、まあ、そういうのがいろんなベンダーから出たりしてます。まあ、ここは本当に用途に合わせて調べるしかないですね。で、ストリーミングについてはですね、まあ、フレッド D は僕がメンテナンスをしているので、まあ、こう書いてるんですけども、まあ、プラグアブル、同じようにですね、プラグアブルで、まあ、どんなデータソースに対しても、取ってこれて、どんなデータのストアに対しても投げれる、まあ、汎用のデータコネクターです。で、フルームっていうのは、アパッチのプロジェクトでですね、アパッチの特に Hadoop 系でよく使われている、データ転送の、ソフトウェアですね。なんで、これも特にいろんなベンダーのディストリビューションに入っているので、Hadoop 界隈ではよく使われているソフトウェアになります。まあ、今度はエラスクサーチが採用しているログスタッシュとか、あとモジラが作っているヘカとか、あとちょっと優勝なんですけど、スプランクとかいうのがまあ結構有名で、ちょくちょくというか、広く使われているという感じですね。なんで、この辺は、用途に合わせて使ってもらえればなという感じです。なんでですね、今までこう rsync とか、そういうなんか普通のコピーコマンドみたいな系で使ったやつをですね、まあ、こういうふうに置き換えると、まあ、例えばフレッド D 使えば できたそばから Hadoop にデータを貯めて、それに対して簡単に加工、すぐ加工を決めてたりとか、まあ、エンバルクとかスクープを使って既存の RDBMS とかから Hadoop にロードすることによって、まあ、簡単にですね、データのジョインとかができるようになると。まあ、これが、さらにですね、もっと楽にデータを入れたいという時に今採用した後の図になりますね。で、こうなってくるとですね、まあ、人間の欲望というのは果てしないわけですよ。で、例えば Hadoop 使ってそのここのですね、データに入れたいっていう時に結構困るのが、データ量が増えてくると、例えば1日なんか数十ギガとかだったらいいんですけど、大きい会社とかって普通に数百ギガとかのデータがたまるんです。数百ギガ1テラとかたまるんですけど、まあ、そうなってくると、それをここにコンバートして入れるだけでもですね、結構な時間がかかってしまう。例えば1テラバイトのデータを変換して RDBMS に入れると、まあ、また1テラぐらいのデータベースが広がってきたりとかして、結構辛いんですよね。なので、できれば、貯めたデータに対して、直接クエリを投げたい。しかも、なるべく早く帰ってきてほしいっていう要望がですね、まあ、世の中出てくるわけです。じゃあ、解決しましょうというのが出てきたのが、MPP クエリエンジンと呼ばれるものです。これは、先ほど言ったパラレルデータベースに近いんですけど、まあ、それにですね、ストレージがついてないんです、基本的に。ストレージがついてなくて、バックエンドは何でもいい。何でもいいからクエリを投げるという、まあ、結構なんか、何なんだみたいな感じなんですけど、まあ、そういうソフトウェアですね。まあ、ここに簡単に比較を書いていくんですけども、基本的にこれらのアプローチはスキーマオンリードのアプローチを踏襲しています。なので、各と、まあ、さっき言いましたけど、これ自体はストレージを持ってないので、どういうふうに保存しているかっていうのは全部バックエンド側に依存しています。例えば、Hadoop がどう持っているか。Hadoop を使う場合には、Hadoop の HDBS に保存されているデータの分散具合に依存しますし、まあ、他のデータベースを使った場合には、それらのデータベースの特徴に依存します。なので、そのデータの分配具合とか、スキーマも関しても全部、こちらのクエリエンジンは我関せずという感じでですね。ただただクエリを投げるだけになります。まあ、その代わりお手軽だし、まあ、そのいわゆるデータのロードみたいなのが発生しないので、その場でスキーマを、そのバックエンドのスキーマ、例えばデータベースだったらデータベースのスキーマ、ファイルだったらファイルに対して自分たちで JSON のマッピングをしてあげれば、その場でデータを読み始めてすぐ結果を返せるという特徴があります。で、いくつかのやつはもうほぼ Hadoop を前提に書かれているというか、Hadoop と組み合わせることが多いので、まあ、界隈ではですね、SQL on Hadoop という、よく言われています。で、まあ、Facebook が作っているプレスとか、クラウデラさんが作っているインパラとか、あと、まあ、パッチとドリルとか、まあ、いっぱいありますね。で、まあ、これは僕らがプレスを使っているので、プレスの話をするんですけども、一応他の2つも、他のクエリエンジンもほぼ同じ特徴を持っています。で、まあ、ちょっと違うのはですね、プレスとかパッチドリルっていうのは、バックエンドが Hadoop を使えるんですけども、Hadoop に限らないっていうのが特徴です。なんでかというと、まあ、プラグアブルのはですね、バックエンドへのコネクタを提供していて、
例えばさっきあのスクープを使って HDFS にロードして、その上で Hadoop と、Hadoop 上で HDFS のデータと、MySQL のデータを上演するとか話をしたんですけども、まあ、Presto を使うとですね、Presto そのものがですね、MySQL のコネクタとか提供しているので、そもそも Presto を使えば、その HDFS にデータをロードしなくても MySQL と HDFS のデータを上演したりとかできる、まあ、そういうのがあります。これはまあ何でかというと Facebook ってあの分かると思うんですけど、データベースめっちゃあるんですよね、いろいろバックエンドに。もうなんかいろんなデータベースがあって、それごとにいちいちロードしられないので、まあ、こういうプラグアブルな機構で、を持っているという形になりますね。まあ、どこか解析に必要なウィンドウ関数だったりです、アプロキシメートですね、まあ、推測値みたいなものでクエリを投げたりとか、まあ、かなり便利な機能が入っているという形です。まあ、なんでちょっとこれをそれを図で表したのがですね、例えばこれがさっき言ったハイブベースの、ハイブというかハドープベースのデータ解析基盤の、まあ、もうちょい分かりやすい図なんですけども、例えば HDFS に入ったデータを、まあ、デイリーとか、1時間ごととか、1日ごとに、サマリーを取ってポストグレに入れると。で、その結果を、ダッシュボードだったりユーザーのクエリとかが見て直接見るという感じになりますね。まあ、ただこれの問題点は、まあ、上がると思うんですけども、まあ、ちょっとレイヤーが2つ分かれている。バッチ系をまず通さないとちゃんとした結果が見れない。これは何かというとですね、まあ、ビジュアライゼーションの方から、ハイブ投げてもハイブが遅いので、なんかグラフが表示されるのに数分かかるとか数時間かかるというのは もちろんユーザーからすると待ってられないので、まあ、下回る必要がある。なんでまあ書いてますけど、ライブデータですね、生きているデータをその場で、可視化ツールから見れない。で、ここにこのデータベースを置いている分、このデータベースもそのいわゆる高いデータベースはないんですけど、普通の RDBS とかだと、普通になんか、さまったデータすら大きい場合にはですね、かなり、メンテナンスが大変になるので、これも辛い。辛いんです。なので、Presto を使ってあげればですね、そういう、こういう中間のデータ置き場をなくして、要はサマリーとかのというバッジに関しては配合を使ってあげて、可視化ツールとかから見る、ですね、ショートバッジみたいなものに関しては Presto を使ってあげれば、その運用負荷も下がるし、データロード時間も下げることができる。まあ、これがですね、Presto みたいな、Presto やインパラのような NPP クエリエンジンのベース化になります。そして、まあ、Presto の場合はですね、バックエンドが何でも OK。これ、まあ、書いてる通りですね、もう HDFS とか Cassandra とか MySQL 全部を同じ一つのクエリからアクセスできるので、本当に必要なデータに関しては、その場で取ってこれるという、まあ、非常に使いやすい形になっています。で、まあ、実装は、まあ、さっき言った通り、並列分散データベースの、まあ、なんか、バックエンド内版って言っちゃったので、まあ、内版ですね。まあ、コネクターがバックエンドにコネクトするという、まあ、本当にシンプルな流れですね。で、まあ、実行エンジンは独自のを持っているので、基本的にPresto は、マップ技術とかそういうのは使わずに、自分の独自の、パイプライン化されたですね、来たデータをどんどん上に上げていく。スタイルのデータを使ってます、モデルを使ってます。なんで早いという話ですね。まあ、こうするとですね、まあ、非常に若干モダンな感じになっていってますね。まあ、多分大抵の会社はですね、これで結構足りると思うんですよ。まあ、データをどん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 、フレブリーとか使ってストリーミングで貯めていって、その結果をプレストを使えばその場で見れるし、ハイブを使えばいつでも触ることができる。ですがですね、まあもちろんですけど、まあ、世の中そううまくいかない。もっと速報値が欲しい、来たデータを使ってもっと速報値が欲しい、まああるんです、そういうソフトウェアが世の中には。で、広く使われているのが今またアパッチですね。もう世の中で基本的に世の中のデータが解析基盤はほぼアパッチに占拠されているので、皆さんはアパッチからは逃れられません。で、まあ、これは何かというとですね、ストームっていうのは、例えばさっきのやつは一度溜まったデータにクエリしちゃうので、一度そのやっぱり少しのためは発生するんですけど、アパッチストームは出てきたデータをそのままどんどんストームに流すと、ストーム上で勝手にデータを解析してくれて、まあ、その結果をどこかに出すということができると。なんでですね、でデフォルトだとタプルアッパータイムっていう単位で、つまり1レコードごとに集計とかそういうのが走ります。なので本当にすぐその場で結果を出せるのが売りです。ただそれってやっぱ遅いので、遅いよねってことで、マイクロバッチ、まあ、フレンドリーとかマジマイクロバッチベースの実装も提供されています。その代わりレイテンシーは下がるという形ですね。まあ、これは特に分散するので、データ量が多い場合にはかなり有用なソフトウェアになっています。例えばツイッターはもうこれ実は使ってないんですけど、ツイッターが使ったことで有名ですね。まあ、ツイッターはこのストームがちょっともう嫌だって言って自分たちで別ののを作りましたけど、公開されてないと思うので、まあ皆さんはストームを使いましょう。で、別のやつがあります。これはノリクラって言ってですね、まあ
タゴモリスという人が作った、実は日本製のソフトウェアなんですけども、まあ、これ問題はですね、このボルトっていう単位があるんですけど、これソースコードっていうか、もちろん Java とかクロージャーで書く必要があるんですよね。で、分かると思うんですけど、皆さんソースはコードはなるべく書きたくない。どうですか皆さん、書きたいですか？バグってたらやばいですよね。なので書きたくないんですよ。書きたくない時はどうするかっていうと、もう世の中には SQL っていう素晴らしい言語があるので、それを使うことが、いいですと。なんで、ノリクラは実はそのさっき言ったこうデータ解析の場合には、ストームとかの場合は自分たちでこうコードをデプロイする必要があるんですけども、まあ、ノリクラの場合は SQL を登録すると、その SQL に沿って、データを処理してくれる。非常にありがたいものです。ただですね、分散しないんです。これは森さんの努力が足りないんですけども、分散しないので、ですね、ちょっとデータ量が増えてくると辛いので、そういう時は諦めてストームを使いましょう。ですね。あとは結構日本だと結構需要があってですね、メルカリとか、フリーカーサーとかですかね、まあ、結構使っていて、まあ、簡単に収まったデータを、特にフレンドリーを使っている会社からすると、本当にプラグイン入れるだけで簡単に収まれるので、まあ非常に便利ということで、もし皆さんがフレンドリー使っている場合には、ノリクラを検討してみるといいかもしれません。まあ、こうするとですね、いちいちこういうことを待たなくても、このデータをですね、例えばフレンドリーのコピープラグイン使って2つに分岐させて、ストームに入れてあげれば、まあ、簡単に速報値が出せるという。もちろん運用は辛いんですけど、速報値は出します。便利ですね。で、ちょっと追加ですね。これがほぼ今ですね、今時のデータ解析基盤ですね。まあ、速報値を出すリアルタイムのストリーミングプロセッシングとバッチとショートバッチが出さった、非常に今時のやつなんですけど、ちょっとですね、別のアプローチというかですね、これをあった方が便利というのがあって、それはですね、分散キューを間に置くというアプローチですね。まあ、アパッチカフカっていうのが、まあ、今ほぼデファクトですとか、世の中にはいっぱいキューがあったんですけど、今生き残ってるのはほぼこれだけですね。アパッチキューっていうですね、まあ、分散のキューシステムがあって、これ何かっていうと、データをここに貯めておけるんですね、一時的に。まあ、もちろん、その貯める時間っていうのは実装とか設定によるんですけども、貯めておいて、貯めたデータを、まあ、別のところからプルできる。プッシュしたデータを、ある他のアプリケーションが、プルする。で、プルされるまでデータを保持されるっていうアプローチです。これ何が嬉しいかっていうとですね、まあ、データのストリームを複数に分岐するときに、分岐するストリームの流度が違うとか、実行のピリオドですかね、実行のタイミングが違うとかっていう場合に、フレーズ D とか、そのいわゆるフルームみたいなプッシュ型だと、まあ、そういうのをあまり考慮せずに、どんどん転送する。まあ、それゆえに、仲介する役割が少なくて、効率よく転送できるんですけど、例えばなんかもう、速報値を出したいし、機械学習もしたいし、なんかいろいろしたいみたいなことがいっぱいあったときに、それ全部に対して同じ、流度でデータを送るのが、ほとんど、基本的に送るのがプッシュ型のモデルで、まあ、これは結構ですね、簡単にデータを転送できる分、その送り先の、リソースとかを考慮せずに基本的に送っていくので、まあ、少し具合が悪い時があるんですよね。なんで、そういう時に間にキューを置いて、その、送る側、受ける側の、リソースとかそういうものの、都合に合わせてデータを取ってくれるのが、まあ、プール型の利点で、まあ、パッチやカフカはそれを実現するために、この Q 型のプッシュとプール型をまたいだモデルになっています。なんかこれは、ドキュメントにもモチベーションで書いてますね。プール型、プッシュ型だとちょっとこういう、そういうなんかコントロール、ストリームをコントロールするのはちょっと難しいみたいな。パトーカーでですね、コンシューマーとかっていわゆるこのデータを取ってくる側をちゃんと作らないと、なんかデータが重複したりとかしちゃうので、ちょっとその辺は注意が必要。まあ、これは結構なんか悩ましい問題なので、まあなくても、なくてない会社も結構あるので、別になくても動くんですけど、もしなんかいろいろやりたいことが増えてきて、データストリームがなんか、わーってたくさん分岐するときには、非常に重要なプロダクトになります。で、ちょっと駆け足でしたけどね、まあ、こんだけあります。This is modern って書いてますけど、まあ今時の例えばピンタレストとか、ああいうでかい会社とかはもうほぼですね、こういう設計になってます。なんか、球が間にいて、いろんなところからいろんなところからデータを取ってきて、でバッチは外れてみたいな感じですね。まあ非常に辛いですね。でですね、これはもちろんうまく動くんですけど、まあ、皆さんはやっぱしこう解析したいのであってですね、運用したくないわけです。なんで今まで結構オープンソースのソフトウェアを使って今時のプラットフォームを作るっていう話をしたんですけども、まあもちろんですね、今だともっといいサービスとかいっぱいあるんですよ。なんで例えばですね、Amazon の場合はですね、レッドシフトとか、Amazon Kinesis とか、あと EMR っていうのがあってですね、まあ、それを使うと、まあ、楽にできる。
まあ、EMR はちょっとその EMR っていうのは結構 Amazon の中でその Hadoop を動かしてくれるんですけど、まあ、その Hadoop のマネージとかはしてくれないので、セットアップは楽だけどちょっと運用はちょっと辛い面はあるんですけど、まあ、そういうなんか Hadoop のあれこれっていうのは結構任せられるので、まあ、便利なので、まあ、例えば Amazon を使ってですね、さっきをやると、まあ、検出は運用しなくていいので、まあ、そのカフカの運用負荷が下がるし、まあ、その S3 とか使えばですね、HDFS とかの運用しなくてよくなるので、まあ、その S3 にデータを貯めて S3 から EMR を使って、レッドシフトにロードしてあげれば、非常に、さっきのですね、今時のやつを簡単に Amazon だけのコンポーネントだけで実現できるというのがあります。あと5分ですね。でもちろんそれはですね、Amazon だけじゃなくて Google もできます。 Google はですね、別のレッドシフトとかと違うビッグクエリっていうモデルを持っていて、これに関しては多分、今日の朝ですね、川添さんっていう Google の方が発表したので、まあ、今でこれ深く言いませんけども、まあ、Google の基盤を使ったですね、並列分散データベースみたいなもので、ちょっとですね、そのいわゆる並列分散系の先、分散キーとかっていうのは設定できないんですけども、まあ、Google が今までのノウハウで培ってきた、このこういうデータフォーマットで保存して、こういうふうな実行をすればですね、データ解析が楽にできるっていうモデルのもと、運用されているサービスなので、まあ、ほとんどのケースで例えばなんか1秒未満にクエリが欲しいとかいう、ちょっとそういう非常にそういうのちょっとやめてほしいんですけどそういうのがいらない場合、例えば数秒で返ってきてほしいとか十数秒で返ってきてほしいという場合にはですね、まあ、非常によく動く感じですね、まあ、Google さんのリソースをフルに使ってできるサービスです。で、まあ、じゃあ仕組みはですね、さっきの、プレイストとかあんま変わらないです。なので、まあ、この図を見てくださいですね。まあ、ただこの下にコロサスっていうのがいるんですけど、これGoogle さんが論文を出してないですね。非常にこうなんかすごいぜすごいぜって言っててです。何がそういうか教えてくれないっていうですね、非常に、ブラックボックスな技術があって、どうもこれが早い理由らしいです。なんで、まあ、この早いバックエラーが欲しいときには、まあ、ビッグエリーが一つの選択肢になるという形ですね。で、まあ、ビッグエリーというか Google には他にもですね、ビッグエリー以外にも、クラウドストレージとか、あとパブサブっていう、まあ、KGIS とかカフカみたいな Q があって、あと最近出たデータフローっていうストームみたいなことができる、まあ、サービスもあるので、まあ、実は GCP を使ってもですね、まあ、簡単にこういうのができるという話ですね。あとは今日コンポーネントがいくつかあります。で、これちょっと若干宣伝っぽいのは、まあ、TD 僕らのファイブスも一応こういう基盤をやってます。だ TD の場合にはですね、TD っていうのはそのクラウドベンダーではないので一つのサービスになってます。なのでさっき出てきたハイブとかプレストっていうオープンソースをフルに使って、まあ、さっき言ったデータレイクですね。データレイクをクラウド上でやっているサービスになります。なので、TD のクライアントとかを使って、どんどんどん TD にデータを上げると、まあ、勝手に TD 側の最適化されたフォーマットに保存されて、まあ、それに対して様々な角度からクエリを投げれるというアプローチですね。で、ちょっとまだストリーム処理系が入ってないので、まあ、できることっていうと、まあ、機械学習とか、あの低レンデシークエリとか、バッチクエリっていうのを、まあ、TD にやっておくと、まあ、そういう、勝手にですね、TD が吉田にしてくれるという形です。で、あとこれもあと少しなんですけど、まあ、何が言いたいかというと、まあ、リソースのモデルですね。結構その選択肢っていうのがいくつかあった場合にどれを軸にするかっていう一つの軸なんですけど、例えばレッドシフトなんかは自分で課金した分だけのリソースを割り当てられてくれて、まあ、その中で何をやってもいいっていう感じ、まあ、そこで何をやってもいい代わりに、そのいわゆるビッグクエリとか TD みたいなそのマルチテナントっていうですね、リソースをシェアして、なるべくパフォーマンス上げるっていうアプローチを取ってないので、なんか急激なワークロードの増加に関しては、ちょっと耐性がない。そういう時はスケールをクラスタリング、クラスターのスケールを上げる必要がある。で、代わりにビッグクエリなんかはそういうなんか専用のリソースを割れてない代わりに、 Google の一つのひたすらでかいリソースをみんなで共有することによって、まあ、すごいパフォーマンスを出す。その代わり、専用のリソースがないので、なんか他の人と勝ち合っちゃうと、なんかいつも10秒で割ってるクエリが2時間かかるとか、結構なんかそういうたまに変な挙動がすることがあって、まあ、そこを共有できるかどうかという、まあ、なんか TD はそれの中華みたいな感じでギャランティーに対してマルチテナントをやっているという形です。なんで、まあ、こういうのをですね、自分たちのその発行するジョブとか、どういうふうなフローが欲しいかっていうものに関して、まあ、考えてですね、まあ、選べばいいかなと思います。で、ですね、一応僕知り合いに、マイクロソフト Azure の知り合いがいるので、スライドに入れたかったんですけど、ちょっと時間がないので、一応マイクロソフト Azure も、そういうことができます。っていう、できます。詳細は、聞いてください。マイクロソフトに。で、これ最後に言いたいんですけど、ちょっと時間がないんで、最後に言いたいんですけど、まずですね、データ解析基盤を作る。っていうのは、
やめましょうという話です。早めですけど、運用負荷って超高いんです。皆さん、わかりますよね、Hadoop運営するとは。もう、辛いんですよ。辛いので、なるべくそういうのはサービスに任せましょう。だから AWS の EMR だったり、GCP だったり、あと TD だったり、Microsoft だったり、まあ、いろいろそういう最近のクラウドベンダーとかクラウドサービスは、そういうのをなるべくさせないような方向にみんな動いているので、まあ、その波に乗った方が便利です。ちょっとあと少しだと、あと2枚なんでね。ただですね、結構エッジな機能を使ってるとか、その自分の独自の、解析基盤を持っているって場合にはですね、まあそれを作った方が、差別化要因になるので、そういう時はですね、その運用負荷を耐えて、まあ一緒に運用していきましょうという感じですね。まあこれはでも本当に皆さんがもしデータ解析した場合にはですね、データ解析が肝であって、プラットフォームの運用っていうのは全然肝じゃないと思うので、そういうのは、ベンダーとかサービスに丸投げしましょうという話ですね。で、ちょっと駆け足でしたけど、まあ今回紹介したんですね、まあ、世の中にはいろんなソフトウェアがあって、まあ、いろんなサービスがあると。で、その中にはトレードオフがあるので、まあ、皆さんのですね、解析基盤がどういうものを求めているかによって、まあ使い分ける必要がある。なので、その安定性を求めるとか、パフォーマンスを求めるとか、あともちろんコネクティビティだったり、そのいわゆる、まあお金がどうとか、そういうものを考慮して選ぶ必要があるので、まあ非常に面倒くさいですね、って話です。で、大事なんですけど、SQL 皆さんちゃんと使ってくださいね。SQL、本当今、最近ノリクラも言いましたけど、あと、マイクロソフト Azure の、ストリームアナリティクスも、ストリーム処理を SQL で書くんですよね。なんで、もちろん普通のデータベースに対して SQL 投げるのは普通なんですけども、まあそもそもなんかもう、ストリーム処理系すら SQL になりつつあるという感じで、もうなんか SQL 書かないと解析できないような世界が来ちゃう可能性があるので、あと10年戦いたい場合はですね、全て SQL だけはちゃんと覚えてください。なんで、まあ、あとはですね、皆さんのゴールにフォーカスして使いたいプラットフォームを使ってくれて、その中にですね、TD があると嬉しいなという感じです。なのでですね、まあ、ぜひ皆さんなんかいろいろ言いたいことがあると思うんですけど、そういうのは質疑応答で聞いてもらえればなという感じです。ということで、ここで話は終わります。ありがとうございました。あと一応なんかアペンディックスでいくつか書いてあるので、もしなんか興味ある人は少しだけこれを読んでくださいって感じですね。質問ないですかね。10分あります。はい。データの分析基盤の中で、まあ、スパークとか、まあ、プレスとかいろいろなものが使われていて、はい、で、まあ、どこでも SPF を使うべきじゃないと思うんですけど、はい、私も今プレストを使っているんですけども、プレストでワーカーでなんか H 合成とかできなくて、はい、どうしようかなと思うんですけど、はい、そこって何か方法ありますか？そもそもプレストの場合、多分ワーカーって並べれば並べるほど、さらに後で勝手にリトライをするというか、あるワーカーをした場合には別のもので、まあ、それは、実装によると思うんですけど。あ、コーディネーター、プレストはそもそもコーディネーターって状態そんなに持たないじゃないですか、多分。あ、そうです。質問はプレストっていう先ほど僕が紹介した、分析基盤の一つの、まあ、SQL エンジンで、まあ、対象外点があった場合どうするかって話です。で、まあ、僕らは、基本的には HA 構成っていうのは、よほどなんかでかいクエリ投げてない限りは結構プレストのクエリってショートバッチなので数分とか数秒とかで終わると思ってるんですけど、それは大丈夫ですかね。はい。で、その場合って基本的にラウンドロビンというか、いわゆるコーディネーター自体は複数あっても、基本的に間で状態を共有しないので、現状。多分普通に落ちた場合には別のスタンバイしてる方に投げれば、現状は大丈夫かなと思ってるんですけども、それとなんか問題がある構成になっている。ということは、もうそのプレストのクラスターを複数作っておいて、はい、ということですかね。そうですね。コーディネーターも複数並べてもいいと思いますね。わかりました。ありがとうございます。他にありますか？一番違うのかな。データ分析のちょっと周辺部分についてなんですけど、はい、さっき、まあ、最終的に出すとき、人間がデータ分析するときで、まあ、データを可視化をしなきゃいけないっていうか、はい、まあ、E-1 でグラフ出したり、ヒストグラム出したりとかなんかこうやると思うんですけど、はい、最近 の, そのなんかダッシュボードを作るためのツールのトレンドとか、もしご存知でしたら、今の質問は、まあ、可視化するときにダッシュボードを、まあ、人間が見ないといけない、人間が見るときにダッシュボードとか、まあ、BI ツールとかあるんですけども、まあ、それをどう作るかって話ですかね。はい、そうで
作るかっていうのは作らない方がいいと思ってます。で、何かというと今はまあタブロー、まあ、ちょっとお金かかっちゃうんですけど、タブローだったり、あと結構ゲーム屋さんが使ってるんですけど、メトリックインサイトっていうダッシュボードを本当に手軽に作る、特にスケジュールドクエリ、スケジューリングされたクエリとか投げたりとかして、なんかダッシュボードを一覧一覧できる、ツールとかがあったりとかして、その結構、まあ、探せばいっぱい出てくるんですよね。で、だから結構その、まあ、もちろんそれが要望に合わない場合には作る必要があるんですけど、結構それまで結構 JS のライバリを駆使したりとか、まあ、そういう話になってきて、多分データ解析よりもその JS のなんかチャート系のライバリに強いとか、でも CSS に強いとかっていう、なんかどっちのどれかのモデル、なんかデザイン系のセンスになってしまうかなと思います。で、なんで結構僕も調べたんですけど、やっぱ OSS だとその可視化ツールってあんまいいのがなくて、結局そういうのは全部あの優勝ソフトウェアがほぼシェアを奪っていて、結局お金をかければかけるほどいいグラフって書けるんですよ。なので結局みんなそっちにもう作っちゃうよりはお金をかけて、まあ多少お金かかっちゃうんだけど、かけて、まあ、いろんなそのベンダーに頼った方が早く終わるっていうのが、特に結構可視化系だと間にデータをキャッシュしないと毎回クエリ飛んじゃうと負荷が上がったりとか、特にクエリ課金のやつだとクエリ課金の分だけクエリが発行されちゃうので、結構課金が壊るとかってあるので、結構タブローとかはライブにデータベース持ってるんですよね、ローカルの。それによってあのローカルに落としてくることによってキャッシュを使ってより早くグラフをやってるので、まあ、それに勝つための可視化ツールを一から作るっていうのはかなり難しいかなと個人的には思ってます。ありがとうございました。まだ時間があるので質問ありますか。今は実はあんまりないんですよね。ただ、今日朝話があったんですけども、マイクロソフトの人がですね、マイクロソフトが使っているクラウドを、いろんなところで持っていけるっていう、マイクロソフトなんちゃらパブリックみたいなものがあって、あとはそれはいろんなマイクロソフトのサービス、Azure のサービスを、まあ、ローカルというか、各クラウドの中に持っていける機能だと思います。まあ、その他もちろんオープンスタックとか、まあ、いくつかそのクラウド系を作る、特にビッグエリとか、まあ、僕は TD とかみたいなものを作るときって、結局バックエンドのストレージとか、そのリソースっていうのを無限に取れないと、このスケーラビリティを担保できないんですよね。例えば昔のヘルスブーサデータベースはそれがサイジングをして、そのサイジングに合わせたデータを入れることによってハイパフォーマンスを出すっていう出したんですけど、結構それとスケーラビリティの問題があって、なんかノードが足せば足すほどお金かかるし、結構なんかデータを増やすときに毎回クラスターの再スケールがあって、まあ、処理が止まっちゃうっていうのがあったので、最近のビッグエリとか TD みたいなのはそのストレージを切り離してクエリのエンジンからそこのバックエンドのスケーラビリティを担保した後にクエリを高速化するっていうアプローチを取ってるんですよね。なんでもしそういうものを使うとすると、例えばその S3 互換みたいなもので非常にこう耐性のあるバックエンドを作らないといけなくて、そうするとやっぱしそれなりのパッケージが必要で、まだそれをちゃんとできるオープンソースのものはあんまりないかなと思ってます。クラウドサックとか確かに使ってる会社はあるんですけども、それでいわゆる S3 互換レベルのスケーラビリティを持ったデータストアを作った事例とかっていうのはあんまり聞かないので、やる場合にはさっき言ったマイクロソフトさんのやつ、ちょっとまあ僕使ったことないのでどこまでいいかわかんないんですけど、まあそういうものに頼るか、いわゆるそのクラウドスタックとかオープンスタックみたいなのを使ってちょっと頑張る、運用頑張るしか今は現状はないですね。なので、まあ僕らとかビッグエイとかゲートシフトみたいな、まあサービスがまあ利用されるという形になると思います。ありがとうございます。もう1個ぐらい聞けますか、ね、もしなければこれを終わりにしますが、いかがでしょうか。では、そうなので、あ、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。